大杉勝夫、60年代から80年代にかけて活躍した不動の喧嘩王。西鉄戦一塁を守っていた大杉、西鉄の二塁走者ボレスは左中間へのフライでタッチアップをしようとします。この時二塁ベースカバーに入ろうとした大杉がボレスと衝突。この接触があまりにも激しかったために大杉が激怒しボレスにつかみかかると、ボレスも応戦して大杉に左フックを食らわせようとします。大杉はこれを避けカウンターの右ストレートを顔面に叩き込みボレスを KO。 審判はパンチが速すぎて見えなかったとし、大杉は退場を免れました。